こんばんは。こんばん、こんばんは。こんにちは、かなっていう時間ですけど。どうもー。<laughs> こんにちは。髪を切りました。っていう配信です。もう終わってもいいんですけど <laughs>。 <laughs> ちょっと話しますか「髪を切りました」っていうのを公園外でも見せようと思って見せようと思ったんですけどもう終わったを見せられたから終わってもいいんですけれども髪切ったでも。 まだこれから伸ばすかもしれないしわからないけどとりあえずこのぐらいにしました <laughs> 本当にしたい髪型はもうちょっとねもっと切りたいんですけどとりあえずこのぐらいにしました多分来月ぐらいまではこの髪型かなと思います軽くなりましたねとっても便利ですとても便利というかとってもあの軽いです 軽いし軽いしねあのー、自分で切ったんじゃないよいや切って切ってもらいました、あのー、<laughs> 軽くなったしあの、お風呂が楽しくなりました髪の毛洗うのも乾かすのも全部早くなったのでよかったですありがとうございますこっちがね多分あんまり なもこっち耳かけてるから耳かけて固定してるから長さだとこのぐらいなんかなと思いますちょっと肩浮くでぐらいな感じですねはい今回は切るって思いながらいきましたこのさショートのそうなのこの長さのさあの楽しさを知るとねやっぱ戻っちゃうのかもしれないよね まあ、またいいつか伸ばそうと思います「<laughs> びっくりしました」だって私のでもか壁車だっけ壁車ホームページのそうさあ私はこのぐらいだよねだからこれで一致しますねこの子だって <laughs> 壁車くらいにしたって思えばさ右と左違うんだから耳かけてるから長さが あのこっちが短く見えるだけで本来この長さ耳かけんかったら全然この長さよあと前下がりボブなのかな前目が長いかもそれはあるかもはいうん前下がりボブそうそうボブにもいろんな種類があって迷ったんですけれども 一瞬誰っってなったそうだよね今日公演でねあの披露したんですけども見てましたか公演 VR 会員様限定だったのでね来てくださった方は VR の会員の方ということでそうじゃない方はオンデマンドかもしくはまた VR で見てた方もいるのかなと思いますけどもそう目の腫れがねずっとすごくて目の腫れ かかかっっったたたらねこういううい配信もでできなかったんですよやろうと思ってたのに、うんそうだ,ね、だから目の腫れは引いたんですけど引いたんだけどねなんかいまだに若干腫れててだからかこっちの目かな特に、うん、こっちの目がね若干ここら辺が腫れてるんですけどでもそう何て言うんですかねそう幅が違うい,いつもと。 二重の幅が気づいた方もいると思うなんかコメントで来てた二重の幅が変わっ違うってそうなのよくわかったねと思って <laughs> そんなそこよくわかるね意外と二重ってなんかわかるんだねそうたまにでもなんかそうなの腫れてたんですけど治ったんだけどね幅がちょっと違うっていうなんで腫れたの私もさあの良くなる 物ものも,もらいってそうあれあれかと思ってたんですよそしたらなんとなんとですよそう,いうかと思ったらねなんとねあのあれですあの虫に刺された <laughs> 虫に刺されたですすごくない えどんなとこ刺されててんのっっ私もびっくりこ,このね私もずっといやここの2日間ぐらい騙されてました虫刺されにあのずっとずっと私結構物もらいとかもなりやすい目になんかなんかこう傷が入りやすいタイプの人で <laughs> どんな人って感じなんですけどだからあ、ずっと物もらいなんだ自分はと思って抗菌の目薬をずっと刺してたんですけどよく見たらあれ痒くないと思ってよく見たんですよ。よく見たら もうこれじゃ分かんないんですけど皆さんには見えないと思うここにね刺し傷っていうか分かりますあのなんか刺された時の,あのプツってやつあれがあってえ,え嘘えでしょと思ってよーく見たらでも刺されてたんですよねまぶたえ面白い写真面白いっていうかもうだから載せちゃおうかなって思うんですけどメールぐらいならいいかなメールだったら拡散されんからなあの 晴れた時の写真送ってあげるよもんちょっとでも恥ずかしいな恥ずかしいなすごいのすごい晴れようなのえ。でもね普通に見てたら物もらいと思うような刺され方をしてるのね刺され方といか晴れ方をしてたのだから私も物もらいだと思ってたよだけど <laughs> よく見たら刺されてんのここ刺されたことある人いますかこんなところなんでここを刺すんですか 多分寝てる時にあの多分やられましたはいそうなんですまさかじゃないこんなとこ刺されると思ってないしうんねってことでそうめっちゃ腫れたのでも治ったからよかったんだけどそうだからでも若干だからなんで二重の幅が変わるかっていうとその刺されたプツさんがプツさんっていう言い方でいいのか刺された中心部がですねこの私の二重のとこら辺にあってそれで二重をいつも なんか一の二重のところを阻止しててなんか広げられちゃってる <laughs> 説明したらそうなのなんかそうなんか二重にしてるわけじゃないんだけど二重になんかそうな,なんか大きくなっちゃったっていう,そういつものい,いつものポジションに来てくれないっていうその二重の線がそういうやつですはい。<laughs> 私そう ずっとだから物もらいだから触らないようにしてたから腫れが引いて治ったんですけどそうなんですめっちゃ刺ささねそこ刺すみたいなでもねここのねおでこあ私が隠してるかわかんないかなおでこも2箇所刺されてて実はだから今日はすごい前髪をキープするのに必死でした実を言うと裏話裏話 <laughs> 前髪キープをすごい今日頑張ったでもここでもわかんないね結構隠したからあれなんですけどおでこもねあんまり何もならないんですけどなぜこことこことここに刺されてるの3か所3つ星3 <laughs> つかり刺されてんのやばくない顔面顔面に刺さないでよと思っていつもこうなんか手とかに刺されたり足にも刺されるんですけど顔面に刺されるとは思ってませんでしたはい。 多分寝てる間ですね本当寝てる間ここしか出てないじゃないですか布団かぶって寝てるから最近だからもう顔しか狙う場所がなかったんでしょうね蚊の方もはい刺した方もですねしかもね前髪の分け目がねこうやって寝てたんです多分だから <laughs> だからよこうやって寝てたらさもう1さんってなるよねそれは確かにそこはかむしかないそこをかむしかないよだけど刺さなくたっていいじゃないかっていうぐらいなんですけどそうなんです 最悪はい最悪です、はあ、はいなので心配かけましたでねなんかねこっちの二重幅が変わったんだけどこっちもねなんか今変わっててなぜかなんか便乗して変わってくれてるみたいで <laughs> なんかこっちに合わせてちょっと幅広いっていうねだから両目すごいなんか幅違うっていうねもうこうやって出なきゃいけないぐらいほんちょっと。 ちょっとねそういうい感じです季節外れだよね熊本でもまだ蚊いるんだと思ってうんでも目でも見たもんそう <laughs> 目でも見たでこっちは何で便乗したんだろうって感じするんだけどなんか最近よく寝てるからかな8時間睡眠を心がけて生活してるからかもしれない寝てたら何か結構寝すぎたらなんかなるのかな舞台ってうん わかんんないんですけどなんかどっちも、まあ、ある意味どっちも広がってて、まあ、変な感じにはないのかなと思ってるんですけど早く普通の目に戻りたいのであの蚊蚊がね虫刺されの跡が治ったらいいなって思いますはーい <laughs> うんもう皆さんもそういるかもしれないよか気をつけてね私はもうなんかもう本当に集中してなんだろう物ぐらいもなんかダメだなと思ったんです だって、その前髪が長くてそれでなったのかなと思ったんです目にがこう。前髪入ったりして。だから、もう。私はもうこれ。これが最後の物もらいだと思ってやってた。やってたっていうか、その <laughs> あの抗菌目薬さしてたんですけど、いや、もう虫刺されかよっていうオチにびっくりしたんですけど、その虫刺されに関しましてもいや気をつけてたんですけどね。まさかをやられたのでそんな。 バカなっていう久しぶりに顔に刺されるっていうことだったのであのー、そうですね気をつけていこうかなと思います<笑>物もらいよりマシだったのかなうんーもう分かんないでもかゆいからねおでこがすごいかゆいです今毎日毎日おでこがかゆいなーって思いながらやってますこうやってもう「はあ」って言いながら <laughs> どうにかやってますはい頑張ります はい、皆さん今日の公演見てましたか見てましたか今日の公演はなんか調子良かったかもなんかあのパフォーマンスに関してパフォーマンスに関してはなんかミスはなかった気がするああ1個だけあった1個だけあった1個だけちょっと見た人にしか伝わらないけどポニッシュのね交差ねちょっとぶつかったちゃぶつかったな 見てみてください皆さん見てみてくださいはい見てみてね VR 公演だけどオンデマンドでもやってたと思うので何かしらで見れるんじゃない何かしらで <laughs>、うん、見てねでも来週も蔵のおだえりなるみ公演があります30日土曜日 いい感じで来るとかってあれは小田さんのファインプレーです <laughs> ありがとうだーということで <laughs> まあわかるだから私の方がいつも緊張してるんだと思う <laughs> 劇場全然緊張してないって言ってたよだって小田小田さんですごいそんな 初めて2人公演入って、なるちゃん見ました、最高でした、ありがとう。劇場来てくれてた方がいた、この中に。ありがとう。劇場もね、今日は VR スクエア限定、会員限定公演みたいな感じだったんですけど、はい。来週は普通の公演ですかね、夜公演だったと思います、30日の。はい。よろしくお願いします。うん 神のワクワククああっったたでも顔はめっちゃ楽ししみにしてた隣のバナナでいろんな人の顔を見ようと思ってみんなどんな話してんだろうと思って見たけどなんか分からなかったあんまり「おっ!」って人もいたかもでも「おみたいなでも自分も緊張してたんでいつもいつも緊張してるのであのそう緊張しちゃってたのでなんかはいあんまりこうジロジロは見れなかったんですけど。 なんでそんな髪切ったの切りたかったのもあるけど「てんてんてん」みたいな感じですはいですまあアレンジがあんまりできないからなと思いますけどうん「風邪ひいた」だって若干ね鼻,鼻が。 寒かった今,日今日も寒かったですねうん寒かった髪の色も黒,黒くしたもんなわかるわかるね意外とわかる壁車変わらんのかなって変わるんじゃないそろそろもしかしたらうんあ木 <laughs> の花粉かなあ花粉症かな私 どうなんだろう,うーん <laughs> さあ落ち着いた髪の色そう真っ黒はちょっとなんかなんだろう真っ黒はなんかちょっとななんかも,もっとなんかこうなんかパキって見えちゃうから私は真っ黒にはしないですねいつも暗めなんですけどほぼ真っ黒なんですけどオリーブが入ってるって言ってました <laughs> いつも「おまかせ」って言っちゃうんで。 色の加減しかか言わわなないんんですよねわかんなくてちょっと今より暗めでとか今と同じぐらいの色でみたいなオーダーの仕方するので多分暗めです暗めなんですけどちょっとそうちょっと前よりは暗めです染める前めちゃめちゃ明るくなってて多分あの落ちちゃって公園だともっと明るく見えただってそういうことそういうこと 抹茶色でもない茶髪っぽくもないしあのコスモスの写真 <laughs> 見ましたコスモスの写真の時よりはあのあ暗いですねはいそう若干いい色だなと思ってお気に入りですはいということで15分経ったそうですちょっとそろそろ終わろうかなと思います「今の色いいですよ」だってありがとう なんだろうね何色って言ったら分かんないオリーブが入ってますとは聞いた <laughs> うん <laughs> ちょっと分からないんですけどありがとうございましたちょっと予定があるのでこの後一瞬でしたけどもはいありがとう今来ただってありがとう髪切りましたっていう配信でしたありがとうございます うんまた、そうね、次お話し会で会えるのかな。あお話し会で話しましょう。だって。うん。話そう。配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとうございます。皆さんありがとう。Thank you, thank you. ということで、終わります。えー、っと、時計じゃなくてランキング編見ます。えー、っと、 でもね切った日も目が腫れてて <laughs> 切りたてが一番綺麗に見えるのにさなんか美容室行ったのにテンション上がらないっていうね目が腫れすぎてていやーマジまさか虫だとは思わなかったな13位本校の春マットマーク髪型似合うありがとう12位筋肉愛好家さんありがとうございます11位また髪の毛の話会 <laughs> そうだね。もう今日は髪の毛の話をしに来たぐらいだからね。アートアットマーク対新しいなるちゃんのヘアスタイルがとても可愛いやったー。ありがとう。<laughs> ありがとう。9位のぶさんありがとうございます。8位ファイヤー033ありがとうございます。えー、7位ドングニックアットマークボブ最強劇場楽しかったよ。ありがとうございます。 六位遠いアットマークなるんちゅーイェーイありがとうございまーす5位木吉アットマークなるんちゅーイェーイありがとうございますえー、っと四位ケンタアットマーク髪の毛切って可愛さと美しさがぐっと増しましたね <laughs> なんかさ幼くなったっても言われるわかるめっちゃなんか幼くなったよねっても言われるけど大人っぽく見えるならいいなって思いましたありがとうございます <laughs> ありがとうございます。3位、宮崎のおじちゃんアットマーク、カレーのおじちゃん、ありがとうございます。2位、ゆきアットマーク、ナルンチュのショートも好きよ。ナルンチュじゃなかった、ナルちゃん、のショートも好きよ。ナルンチュ。イェーイ、ありがとうございます。えー、1位。えー、クラーグリーンや、アットマークではないね。ナルミが可愛すぎてさん、ありがとうございます。トーンもです。 ありがとうございます。ということで、あっという間にですが、えー、これにてお披露目ショートショートではないボブみたいなショートボブみたいな長さのグラノーラルミさんのお披露目のショールームは終わります。<laughs> よろしくねー。ちょっとの期間、この長さです。またね。バイバーイ